ストランドパレスホテル地図、ストランドパレスホテルは、ロンドンのストランドの北側に位置する大規模なホテルで、コベントガーデン、オールドウィッチ、トラファルガー広場、テムズ川のいずれにも近い位置にある。このホテルは、1907年に解体された、エクセターホールの跡地に建設された。開業は、1909年で、1930年代に、 アールデコ町の装飾が施されたが、その後の改装で近代化されている。ストランドホテルリミテッドは1907年に設立され、株主は4000人以上に上る。創業者はサルモン家とグラックステイン家であり、同社はストランドパレスホテルの建設資金を調達するために設立された。J. ライオンズカンパニーは、 この会社の株式の一部を1922年に取得し、また、ストランドホテルの拡張と改良を進めるために、隣接していたハクセル家のホテルも買収した。拡張改装の後、このホテルはアールデコのショーケースとなり、1928年の再開業の時点では980室を備える規模となった。同年には、あまり目立たない改造も、舞台裏で進められていた。 第一次世界大戦当時の戦艦から回収された中古の石炭ボイラー2機がボイラー棟に設置されたのである。ホテルの建物の裏にはウィンターガーデンレストランがあった。このレストランは大きなドーム状の天井を持ち500席以上を備え、スタッフは100人以上いた。多数の客室があったことから、このホテルは第二次世界大戦の前線に送られる前に泊まる。 アメリカ軍の兵員から人気が高かった。実際、このホテルは合衆国の正式な保養、療養施設に指定されていた。ホテルは再び重要な社交の場となり、ロンドン市民と戦争に疲れた兵士たちが夜の更けるまでジャイブやジルバに興じていた。その後、多くの兵員がそうした記憶を蘇らせるためにこのホテルを再放し、 今でもその家族や親族がストランドを訪れることがある。戦後、ストランドパークホテルは数多くの改良工事を重ねた。1958年には全ての部屋にプライベートバスルームが設けられ、これに伴い部屋数は減って786室となった。バスルームが増え、湯水の需要が増えたため、新たに石油ボイラーが導入された。 1968年には正面のホールと1階のレストラン部分がウィンターガーデーを含めて再設計され、ロンドンで最初のコンピュータ化された伝票システムが設置された。オリバー・パーシー・バーナードが設計した回転ドアなど玄関の部分はこの時撤去されたが、その優れた品質と歴史的な価値に注目したビクトリアアルバート博物館のキュレーターたちが、 これをコレクションに加えたいと1969年に要望を出した。この部分の部品は解体された後、バタシーにある博物館の倉庫に保管された。このドアは後に再び組み上げられ、2003年の大規模な企画展アートデコ19101939に展示された。ストランドパレスホテル1981年8月25日撮影。 1976年、ホルテホテルグループが、ライオンズホテルグループから、ストランドパレスホテルのリースを買い取った。その後の10年間、小規模な改修が重ねられた。1985年には、より根本的な改修が前回で行われ、家具調度が一新され、バスルームも更新されて、寝室にも新たな装飾が施された。2006年には、ロンドン リージョナルプロパティーズがこのホテルを買収した。ありがとうございます。